アーケード。すごいまがまがしい気配、考えただけで気が重い、頭が痛いよ。こんな盛大な夜に出くわすのっていつ以来だったかね。また暖かく見守ってようと思ったけど、さすがに今回はそうもいかないかな。で、うわ、あっちの方か。よどみっていうか気配すっごいな。一体誰が何やってんのよ。もうめんどくさいな。アウド村じゃなく恐ろしい、んでもなく、なんだっけ、あのなんとかってグループのパラドックス、あれは多分ヤトのお姫様じゃ荷が重い、そして一緒にいるって噂のハイドキューンじゃ多分勝てない。そうなったら面倒だ。ったく、こういう気配を感じ取っちゃうってのもそんな体よね。あ、そういや刀はどこやったっけ。刀、私の可愛いあやめちゃんどこ。おお、あったあった。ねえ、あやめちゃんもあんなとこなんか行きたくないよね。面倒だよね、寝てたいよね。わかる、わかるよ。行くしかないんだよね。憂鬱。ま、おせんべいも全部食べちゃったし、見たい番組もないから、暇つぶしと買い物ついでに出かけるとしましょっか。何やら楽しそうなのが集まってる気配もあるし、ね。これも僕の任務だ。ファーストクローズリバイド。それで終わり。行くよ。これからだ。恐怖。それで終わり。前進する。これからだ。こっち来た。やった。ロンドレキア。セカンドクローズリバイド。やった。これからだ。またつまんないもの切っちゃったなんてね。よし、覚悟なさい。ファーストクローズリバイド。ほれ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 、フッフッフッ。夢がやりますね。やりますね。やりますね。お見通しです。なんと夢が甘い。これ以上は頭切りすられる。やりますね。隠して闇は消
消え去ったのでや。水だか。セカンドクロー、リバイド。爪が甘い。爪が甘い。まだまだ。爪が甘い。やれ、終わらないよ。やりますよ。ブレイクダウン。結構頑張った方かな。パーフェクト。いつだってそう、勝負を決めるのはどれだけ必死になれるかだからね。生きることに執着。そこの娘を少々道を尋ねたいのだが。ん？うわー、早速人知を超えた怪物出たー。悪霊退散、悪霊退散。報告、連絡、相談、南能ほうれん草。しらじらしく騒ぎ立てるでないわ。貴様、わしのことなど微塵も恐れておらぬであろうが。いや、こりゃ失礼。つい動揺しちゃってさ。あ、これスマートフォン知ってる？しゃべっていいかな？怖いおじさんとなんて。この夜の最中、ギタン同士の強大な権限のマジか。その類のディジタルディバイスは一切御せぬはずよ。何をする気か知らぬが、しゃべれるものならしゃべってみるがよい。嘘、あれ、やだ、本当、私のフェリアちゃんが早速文鎮に。勝ったばっかなのに。少なからずお主を武人と見込んで声をかけたのだがな、この後に及んで道家の真似事とはわしの見込み違いであったか。その携えた小刀が悲しみに泣いておるぞ。あやめちゃんが泣いてる？いや、泣きたいのはスマホ動かない私の方なんですけど。その通り。貴様の迷い、その情けなさに呼応し笑泣いておるわ、あやめちゃんとやらがな。そうであろう、あやめ刀上地の誉れよ。あらら、さすがは年の子、いろいろ知っておられるご様子で。そんじゃ、そろそろ真面目にお相手させてもらいましょうかね。おじいさん何者？ああ、そっちの方は大体察してるから話さなくていいからね。そうであろうな。こちらとてこのせわしき夜、昔語りに興じるをよしとせん。貴様などより楽しめそうな強者が大勢いるようなのでな。楽しめるね。そいつは困ったもんだ。私の仕事はその権限を用いて楽しんでそうなものを成敗することなんだよね。そういうことなんでさ、今から改心してお家に帰るってんなら見逃すけど。改心とな。この心を改めさせるにはいかようにすればよいか、分かりきったことであろうよ。ま、そうなるよね。うちに伝わる古くからの因縁、その張本人様のお出ましのようだし、お互い黙って素通りはできないってことだよね。そうだ、その言葉を待っておったわ、武人殿。いや、まだ瞳より迷いの消えぬ小娘よ。
名を聞いておこう。この地の守護を任されし蒼月一刀流抜刀術の譲り派。あんたはヤトさんが誇るヘカトンケイル、ワレンシュタインで間違いないよね。その名に偽りがないか一丁お手合わせ願いましょうか。その太刀、蒼月の名、遠き過去の思いがよみがえるわ。我ら夜の刀と共にあり、それを照らし暴く、ついなる月の光明を名乗るものであったな。遥か遠き昔、かの世の戦、損ねた決着。今こそ、貴様が、つけてくれるのであろうな、小娘！ファーストクローズ、リバイド。はぁ、もう収束じゃあ、さっとこう、もういいらにぃ、こりゃどうだ、もういい、ね、もういい、じゃあ、もういい、いらにぃ、さっとこう、いらにぃ、さっとこう、もういい、さっとこう、終わりか、ゲリさん、またもそこそこ、そのどうやる、そこ、いくよ、バカだ、そこ、終わりか、いくよ、譲り派セカンドクローズディバイド。やるではないか。乱れだけ。よくバカだ。もういい。どっちか。今だ。あいつら。やるではない。やるで欲しいな。今だ。やる。やるで。居合の剣は斬鉄の剣ってね。達人は鉄くらい簡単に切っちゃうんだから。私みたいな生クラが相手で命拾いしたと思うことだね。わったるいけどやるしかないな。ファーストクローズディバイド。サンサン聞こう。乱れだ。よくやらしい。やるぜ。甘い。テイバーサン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 なかなかパーフェクト。セカンドクローズディバイド。おいしょ、こーりゃはっ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 ブレイクダウン。みんな譲り派。おお、派手にやってくれるじゃない。心意気は買うけど相手が悪かったね。腐ってもこの地域一帯の守護者を名乗るに、あやめちゃんに誓って負けられない。
よし、覚悟なさい。軽くひねってやんよ。ファーストクローズ、ディバイド。やっとこら、やっとこら、今だ。やっとこら、ズババーン。やべ、ズババーン。ユゼリやってくれるじゃねえか。セカンドクローズ、ディバイド。やってくれたな。まったく、暴れんのはいいけど、私に面倒かけないでよね。喧嘩とかそういうのは隣の町まで行ってやんなさい。迷惑なんだから。その太刀、装束、お前か。え？お兄さん何言ってるわけ？まあその目はただものじゃないわよね。やっと、これだけでわかるだろう。ああ、うちの家系のこと知ってる人か。それならそうと早く言えってのよ。使命から逃げ、掟に背き、安穏と暮らすことを選んだお前らが、今さらこっちの世界に何の用だ。何って、なんだかみんなが楽しそうにしてるから見に来ただけですよって。言っときますけどね、違反者とか裏切り者とか、自分が生まれる前のことなんて言われても、そんなの私は全然知らないんだからね。過去に何があろうと私は私。あんたつまんないことに縛られすぎないじゃない。だいたいさ、使命とか掟とかっていつの時代の話なのよ。時代は変わってるの。どんどん便利になってるの。ほら見て、スマートフォン。こないだ買ったの。あ、携帯って知ってる？スマホ？つまらないか。つまんないよ。変革を恐れて今に固執するだけの人生なんかさ。そんな後ろ向きな連中はね、電波の届かない山奥にでも引きこもってるのがお似合い。そうかもしれん。よろしい。君の体にまとわりついたその重苦しい鎖、お姉さんが断ち切ってあげようではないか。身軽になれば考えも変わるさね。ファーストクローズ、ディバイド。なかなか避ける。乱れかけ。なかなかの。避ける。なかなかの乱れ。何ら支障はない。くだらない。なかなか。なかなかの。かける。
なかなかの腕だ。やめてもらえば。ゆずりさん。セカンドクローズ、ディバイド。後期後期くだらん。なかなか大きくなんだ。くだらん。来てみなさいよ。なかなかついてこれるか。なかなかの夢だ。なかなか剣こう巻いて切れ。行くよ。悪即ドラッグダン破れるだと。おい、見てろ。譲りたどうだった。代々幾多の虚無を葬ってきた我が愛刀あやめちゃんの切れ味、ぼーっとしてると三枚に下ろすぞ。能力の調査、覚悟なさい。確認を開始。ファーストクローズディバイド。セカンドクローズディバイド。この私相手によく頑張ったんじゃない。胸を張っていい結果だよ。よし、覚悟なさい。シストも死せず。ファーストクローズディバイド。やるぞ。くそ、そんなものか。なかなか乱れかけ。そんなものか。さっさとエール。だがそんなものか。これは戦えるぞ。楽勝。敵、侮り方し。
セカンドクローズリバイド。これは どうだった？代々幾多の虚無を葬ってきた我が愛刀あやめちゃんの切れ味、ぼーっとしてると三枚におろすぞ。その格好って前にあった、誰だったっけ、トライアングルじゃなくソフトスライスじゃなくハムカツライスだっけ。リヒトクライスです。この真剣な場でふざけないでください。この地の守護者たる者、ここがうつろの夜の深淵、パラドクスの作り出した祭壇のすぐそばだということはあなたほどのものになら分かっているはず。ごめんごめんって、本当覚えてなかったんだって、許してよ。若干呆れているだけで怒ってなどいません。それよりあなたがここにまで出向いてきた目的、当然パラドクスの討伐だと見受けます。だとしたら共に巨悪を倒すため手を貸していただけないでしょうか。いやいや、討伐なんてそんな大層なことじゃないってば。ちょっと夜風に当たりに来ただけ。それに私は正義の味方じゃないからね。あんたたちに協力する義理もない。あなたの発言がどこまで本意なのか分かりません。しかしパラドクスを倒しこの夜を封じ終わらせる気がないのでしたら、たとえ守護者であるあなたとて、これより先へ進ませることはできません。おーおー、怖い怖い。けどね、それはこっちだって同じこと。権限を乱用して、あちこちでトラブルと一緒になって暴れてくれる。そんな旗迷惑なあんたたちには、文句の一つも言いたかったんだ。そうですか。ならば、不本意ですが、この夜の元の戦機に習い剣を交えるしかないようです。野党の在り方に異を唱え離脱したあなたたちと再びこうして相まみえることになるとは残念でならない。いやいや面白いよ、その勝負受けて立とうじゃないか。あんたのレイピアと私のあやめちゃんとどっちが強いのか勝負だかねん。遠い昔にうちが野党から離れるきっかけになったリヒトクライスさんがお相手か。運命っていうのは因果なもんだね。ほんと ファーストクローズディバイド。
ヒューマン譲りたい。セカンドクローズディバイド。カウント。いくよ。ザブスキザブスキどこ？おいちょうどう？カウント。どこ？やりますね。ショック。どこ？やりますね。リバウンド。ラスト。今でカウント。いくよ。テッキ。いつだったと勝負を決めるのはどれだけ必死になれるかだからね。生きることに執着がないってのは勝つことに執着がないのと同じだよ。まったく来訪者の多い夜ね。想像し、やっと大きいのが片付いたばかりだってのに。ようこそ光と闇の祭壇へ、物騒な来訪者さん。そこに倒れてるのがハイドキューンと、そっちがヤトのお姫様ってわけねえ。これって二人ともちゃんと生きてんのよね。失礼ね。あんたこの坊やたちの知り合い？この子たちとは目的が相反するから仲良くはできないけど、無意味に命まで取ったりしないわよ。まず仲間にならないかって聞いたくらい、その坊やとお姫様は私大好きなんだから。意外と常識的なのね。よかった、話ができそうないい人で。それに大化に捧げようっていう大事な雲、簡単に終わらせるわけないじゃない。終わらせるなら死よりも辛いこの世の地獄ってやつを見せてからよ。意外と非常識なのね。平和的な解決は無理そうだわ。さーて、で、麗しの剣士様はこれからどうするの？何が目的なのか知らないけど、そこの二人を連れて返すわけにはいかないのよ。それとも、このパラドクスを相手に少しでも勝算があるってのかしら？どうするかな。勝つのは問題ないけど、二人が目を覚まさないと連れて帰るの面倒だな。な、気に入らないわ。この私を前に、何なのその余裕。その手足、串刺しにして標本みたいに貼り付けて死ぬほど後悔させてやるわ。うつろの夜、人心を曇らせ、進む足をすくませる無明の長夜。闇夜の調べ、灯しびたる意志持たざる迷子が踏破をなせるほど浅い闇じゃない。自分自身を見失ってる今のお姉さんに勝ち目なんかありっこないんだって。それじゃあ今夜最後の大仕事、パーッとやっちゃおうかね。行くよ、あやめちゃん。ファーストフローズディバイド。カウンター。逃がさない。ザキ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 
セカンドフローディバイド。もったいない。いくな。逃げないで。まるで。もったいない。まるで逃がせない。いく。おじゃ。無駄。逃げない。やめよ。終わらないよ。もったいない。どう行きなさい。行くわ。出しな。はめなさ。出しな。そんなことって。雑魚すぎて話にならないわ。ウィンガー。サードクローズ。ディバイド。お上手。ここはいいわ。ほら、ほら、強いわ。ここ。そして、ズバッ。もったいない。私に面倒かけないでよね。喧嘩とかそういうのは隣の町まで行ってやんなさい。迷惑なんだから。バカな、リバースのベセルである。この私がベセルを貫いた。それでしばらくイグジスも扱えない。悪いこともできないでしょ。これに懲りたらおとなしくしてることだね。なんでよ、なんでなの。あんたみたいに強いのがこんな在野で野放しなんて。うちの家系はね、そこで倒れてる宿って人たちに縁があったらしいんだけど、そういう戦いとか宿命とか古臭いのが嫌で、そこから逃げてきた一族なんだってさ。立場も捨て、生活も捨て、全てを捨てて、今はあやめちゃんが残ってるだけ。私もそういう使命とかって話は嫌い。古臭いし面倒だし堅苦しいしね。知ってる？これスマートフォンって言うんだけど。知ってるわよ。ですよね。あ、それでね、まあそんなわけで、人って常に変わっていかなきゃいけないと思うのよ私は。こんないい加減なんだけどね、この辺一帯を守ろうって最低限のとこだけはご先祖様に申し訳が立つ程度には努めてるつもりなわけなの。だからこの土地、私の周囲で騒ぎを起こそうってんなら、誰が相手だって等しく切る。つまり私はお姉さんの敵でも宿の味方でもない。そこで寝たふりしてるお姫様にも後で伝えておいて。私はあんたの味方ってわけじゃない。
面倒ごとがごめんってだけなんだから。それじゃあ今夜の騒動も収まったことだし、お開きにしましょうかね。じゃあね、お姉さん、もう物騒なこと企むのやめてよね。うつろの夜にやっとか。うるくさいしきたりってほんと面倒。ご先祖様方が逃げ出した気持ちもわかるってものよね。私には関係なーいなんて。そのうち行ってもいられなくなるのかな。けど私は逃げない。私は迷わない。この地の平和を乱す者は全て切るって、お母さんからあやめちゃんを受け取った時にそう決めたんだからね。さーって、面倒なイベントも終わり終わり。早く帰ってお風呂入ってね。よっと、おっと、その前にコンビニ寄っておせんべい買うのも忘れずにね。ゲームオーバー。